皆さんどうもこんにちは。ただいまこちらの毎週金曜日こちらの大阪中之島にある、関西電力本店前で行われているストップ研修関連方位行動の模様ただいまから始まりましてです。どうも皆さんこんにちは。どうも先ほどはどうもこんにちは。先ほどはですね、どうも、記者会見が行われてたんですけど、入ってます。はい、いますよ。日向は暑いです。え？日向は暑いですね。ちょっと影になったらダメです。どんぐらいです。堺市の震災復興、予算猫ババ事件の当判判決 の、 記者会見の模様とか配信してたんですけど、ね、あ、どうもこんにちは。どうも。先ほどこちらの移動やんわりと移動してきて、今日はちょっとだいぶ早めなんですけど、今からおっぱじまりますね、地域の方です。毎週こちらの金曜日は、だいたい午前11時ぐらいからですね。ああああ、Just a little rain falling all around the gentle rain never falls and grass is gone. Oh, it disappears and the rain keepsFalling like helpless tears, and what have they done to the rain? Just a little boy standing in the rain, the gentle rain that falls for it and grass is gone. Boy disappears and the rain keeps falling like helpless tears. And why have they done to me?Just a little breeze out of the sky, the leaves of the earth and breeze blows by. Just a little breeze with some smoke in its arms, and why have they done?Just a little rain, just a little boy, just a little breeze, oh, just a little girl, and the grass is gone, all disappeared, and the rainFalling like helpless tears, and why have they done? And what have they done? And what have they done to the rain?
皆さんどうもこんにちは。どうも。え、だ、何の出勤してくれる？わからん、整理絡めしてるけど新人の新人の新人が来てるんだよ。あー、え、誰が来るんですか？え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 ？倒れたの？あ、それ関係してるんですか？多分、新人会できるんだよ。When the bombers so they say it'll rain a sunny day, I know I shot it down like water. I wonder, have you ever seen the rain? I wonder.Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, the sun is cold, rain is hard. No, I may not wait for all time. Till forever, I'm that good. Through the circle.First and slow, I know it can't stop my wonder. I wonder, have you ever seen the rain? I wonder, have you ever seen the rain? Coming down.On a sunny day, if a lady you run him bum, if a lady you run him bum, if not, be not wait for my time. If a lady you run him bum, if a lady you run him bum, if not.I wonder, have you ever seen the rain? I wonder, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. あぶくま川水清くとうとうと流る水通り自由に群がり飛び交うよ我がふるさと福島よ甘いはあるか阿武隈川水清くとうとうと流るThank you.
原の大地から未来の空へ飛びゆく子供たち未来の宝誰が福島をちりぢりしてしまったの誰がふるさとを壊してしまったの空遠く虹をかかって遅れ川よ想いを伝えておくれふるさといつまでも忘れはしない誰がふるさとを壊してしまったの誰が福島を壊してしまったの泣いてたまるかの替え歌で、そうやね、ちょっとすぐに人生楽ありゃになってしまいます空が泣いたら雨が降るやつねちょっとはい、じゃあ行きます原発壊れりゃ放射能空にも海にも大あれちょっと待ち合わせあれ空が泣いたら雨が降る山が泣いたら水が出るやからちょっと待ちなさい原発壊れりゃ放射能空にも海にも大地にも今日どうも、ですね。
も、もほねっぽうのどうもこんにちは、どうも。今日はちょっと早めにちょっと配信開始したんですけど、本日大阪地裁で、堺市の大阪市、大阪府堺市におけるが、東日本東北大震災の、震災復興予算とされる、お金をですね、こぼぼしてたという件に関して、ちゃんと金返せよっていう86億円、返せよっていう訴訟が起こされてたんですよ。それがなんかではもう一度再挑戦で、原発壊れりゃ放射能、空にも海にも大地にも風に吹かれて広がるよ。止める手立ては人に少しもよありません。関西電力八木社長、関係連の偉いさん、事故が起きたら住めぬのに、儲けばかりを意地が汚いよ、情けない。老朽原発動かして安全などはありえない。ここで原発止めるんだ。孫子のために灰色だけだよ。生きる道、福島の原発事故が起きてから世界中の海が汚れています。で、私たち日本人はもう誰でも薄く広く被爆してると言われています。こういう世の中を改めるには廃炉しかないというふうに思います。金持ちは舌を出すのも嫌がると言いますけど、出すのは舌を出すのも嫌がるというふうに昔から言われてますけども、今の資本家どもはトヨタにしろ何にしろタックスヘブンを使って税金を払おうとしません。 1% の金持ちが税金を払わない、一体これはどういうことでしょうか。本当に意地が汚いっていうふうに思います。では次に、元気よくジンギスカンの歌の替え歌いきたいと思います。テレビ局が出てきましたね。安倍晋三しっちゃかめっちゃかやりたい放題、消費税 10% 保育所は作らない、介護保険も使わせない。戦争を無理やり通して憲法改悪、民主主義壊すよ。政府批判させない、黙っちゃいられない。安倍晋三原発推進、原発輸出だ、放射能垂れ流し、内部被爆怖いよ、黙ってたら殺される。戦争軍事費増やして福祉は削るよ、こんな総理いらない、こんな政府ののののみん
までやっつけよう。あ、なんかテレビ局がいっぱい出てきました。なんかずろ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 出てきました。なんかあの今日はですね、関西電力の社長が変わったからとかなんとかいうことで記者会見が行われたらしいです。で、先ほどからちょっとテレビ局から、テレビ局じゃない、関西電力本店から、で記者会見が行われてたんですけど、記者会見が先ほど終わったらしくて、なんかゾロ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 、テレビ局の皆さんが出てきましたね。今日の堺市の震災復興予算、猫バブ事件じゃないかな、猫バブ事件ですけど、まあもう結構あれですね、テレビ局のすごい関心高かったんですね。なんかいろんなテレビ局がバーって来て、何やったんやろうなって思ったんですけど、何ですか、自身が堺市の市長を追い落とそうとしているらしくて、それに乗っかってるのかもしれないなとか考えたんですけど、ならあんた何だっけ、今言ったら橋本とかもっと震災予算を、震災復興予算を思い切りパクってますよって話なんですけど、あ、ワンちゃん、そうじゃない、何の話だっけな、っていう話なんですけどね。あとは、そうや、震災復興の話でもしましょうか。皆様どうも、こんばんは、こんばんは、こんにちは、どうも。ですね、先ほどは、今日は、本日は、先ほど大阪地裁において、堺市の、前々から行われた、堺市が、東日本、東北大震災の震災復興予算を思いっきり猫ばばして出ましたという事件で、金返せよ堺市86億円という裁判が行われてたんですけど、それにの判決のが今日あったんですけど、だからなんか今日はいっぱいテレビがなんか来ててですね、で法廷の中もテレビが来て、で裁判官の顔を2分間映すんですよ。で裁判官はじっとしてボーッと撮ってますけど、まあ、さっきの時ほんなら、で裁判官が突然裁判が始まったと思ったと裁判官が、判決を言い渡します、原告の訴えを棄却しますって言って、えって言ったから何の話かなと思ったら、なんか、原告の訴えを棄却するってことで、全くの剣もほろろっていうことでして、どういうことやねんって話なんですけどね。今日はその模様とかも、記者会見の模様とかも、中継させていただいたわけですが、なんでしょうね、その震災復興予算とされるお金が、なんだっけ、例えばなんか警察の特殊部隊のなんか装備のお金になったり、なんかわけのわからないところにどん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 変な感じで化けて溶けていくっていう、この震災後の世界というか日本におけるその現実を追認するという大阪地裁の思い切りふざけた判決には、頭に来たという次第でございます。それはさておき、あと今度大阪府の大東市というところで、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動とか、沖縄県の県庁前とかで差別防御を吐きまくることでおなじみの、中谷良子さんっていう、とんでもない方がいるんですけど、
とんでもない差別者といいますか、まあ、差別者なんですけどね、そいつがいるんですけど、そいつがこの度あの大東市に大阪府大東市 の市会議員の選挙に立候補されるという事態になったということで知ったんですけど、昨日ぐらいになんかあの大阪府、門真市の、市会議員の戸田久義さんが、その中谷良子さんの、街頭演説される中谷良子さんに突撃インタビューされておられるということが、動画があの YouTube にアップされているのを見て大爆笑してしまった今日この頃でして、今日この頃また皆さんまたご覧になってなかなか面白い感じになっているんですね。あれです、中谷良子さんはなんかすごいイメージにしてたんですね。あなんかまあそれはその時中谷良子って書いてたすきに書いてた、まあ、野崎とか片町線の野崎とか、はい、野崎参りという学部があったりとかするんですけど、はい、それはさておきですね。まあそういうことなんです。とんでもない話でございます。ありがとうございます。また皆さんご覧になっていったら、もなんていうかまああまり見すぎても楽しくないかもしれないけど、まあ一見の価値ありとかそんなこともありつつ、今日もあれですね、オーラワンが見ず記憶深く澄み渡り、ジゴンがゆったりのんびり泳いでる、誰がこの海を汚そうとしているの、皆の大切な自然を壊さないでというこの歌詞もありつつ、そのですね、まあ、そういうわけです。どうも、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。いつもしっかり取材をしていただいて、こういうご報告をいただいてありがとうございます。たぬき御前さんでした。あ、どうも。今日もしっかりこちらで取材して、まあ、僕のは前座っていう感じで、仕事が終わるのを皆さん待って、まあ、ここでこう落ち込むのを落ち込みをしないようにやっておりますが、今歌った歌はこんな歌です。福島湾というか福島からのですね、放射能が太平洋でどんぶらこどんぶらこと5年間経ちまして、いよいよ太平洋の向こう側のカリフォルニアまで行ってしまったと。ただアメリカと日本との原発推進派といいますかね、そういう国際シンジケートにとっては非常にまずいと、まあ、そういう状況で、なかなか日本のマスコミには現れません。でカリフォルニア情報としては、毎度おなじみのカリフォルニアというステートなんですけど、これが日本列島よりやや大きいと、ほんのちょっと大きいぐらいです。地図の縮尺のマジックですからね、まさかアメリカの一つの州が日本より大きいなんてって思われるかもしれませんが、なんと数字上はですね、大きいんですね、カリフォルニア州の方が。でそのカリフォルニア州で5つあった原発が1つは20年間で廃炉で、もうそのあと2つがサンオノフレ原発というところにあったのですが、三菱重工製の、蒸気発生機を付け替えたところ2年後に事故を起こしたと。でこの事故に対して、アメリカでは規制委員会というんですかね、NRC っていうんですかね、ナショナルかな、ニュークレアかな、そういう規制するがレギュレーチュリーですかね、そういうコミッションだかコミュニティだかっていう NRC っていうグループに訴えられましてね、この神戸のですね、三菱の工場まで査察に入りました。でそのレポートを書いて、そのレポートの一番最初というか、まあサマリーというのは設計ミスであるということを断言してですね、でこれは日本の規制委員会がですね、中でごたごたやってて、いざ工場に行くとなんかシャンシャン手拍子足拍子で、何か全然本当に調べてるだろうかみたいな、まあ、書類の上でだけで辻褄を合わせるという仕事をしてますが、
アメリカの規制委員会は三菱重工のその現場の工場へですね、日本に来て、査察に入ったと。その結果レポートを書いて、これは設計ミスであると断言してしました。この規制委員会に続いて、カリフォルニアの環境省、社会環境省というところが、カリフォルニア市民800万、にとって、この原発80キロ圏内700万だったかな、800万だったかな、そのカリフォルニア市民にとっては有害であるということで、これも環境省からオミットされました。でこの原発を買ったのは、サウスカリフォルニアエジソン社という会社ですね。それで今訴訟が起きて騙されたと、素晴らしい、そのアメリカ最大のと言われていますけれども、水蒸気を発生器を蒸気発生器をすげ替えた、より効率的に電気が作れますよということでしょう。ところがそれが2年後に事故を起こしたので、賠償金がなんと膨れ上がって9300億円の賠償金というところにまで日本に報道されています。で今やっと、カリフォルニアで、日本の領事館で11日行動というのをやっている方と連絡が取れましたので、皆さんにですね、おいおい、直接カリフォルニア州からの情報をお伝えすることができると思います。これはそのすでにですね、今日も私、パンフレットでちょっと初めの一歩で幼稚な文章を書かせていただきましたが、資本主義が世界を覆うと、この資本主義の原理というものは世界を覆ってしまうという問題で、19世紀ぐらいからその、新しい、資本論という本がいわば、一種の衝撃的な出発点、可能性の中心とこうなったわけなんですが、この資本という問題と それがですね、絡み合ってですね、このアトミック・フォー・ピースと、お金で原発、原爆を作り、それによって国家の平和を維持すると、こういう絡み合いがですね、しがらみになりまして、なんとお隣の中国も、これは日本のマスコミ報道ですからね、直接北京政府に確認したわけではないのですが、一応目標100基ぐらい原発作っちゃおうと、まあ、これは、まあ、一種のブラフっていうかね、そういうあれかもしれませんけれども、インドでもすでに核兵器ができて、なんとパキスタンが対抗的に作っているということで、アジアの平和というものがもはや危ういと、こういう状況になっておりますが、それの前提でもしも一つでも、放射能を漏れがする事故が起きた場合どうなるかということなんですが、多田俊太郎さんというその一生懸命広島でですね、被爆しながら原爆の病気というものをずっと見てきた80代過ぎたんですが、もう90代ぐらいだったのかな、そういう立派なお医者さんがいらして、YouTube でお見かけしました。でそこで、お話になっている内容は、僕が間違えてなければこう聞きました。日本人でなければ内部被爆をしていない人はいないでしょう。これは僕の聞き間違いでしょうかね。やっぱり自分でも疑いたいと思います。まあ自分が調子悪いと思ってこれは被爆したんじゃないかって思っている人はまさかいないと思いますが、食品検査というものは一品一品丁寧に見ているわけではありません。つかみの一つが安全ならばその全体が安全だということになるわけなので、間違ってですね、放射能線量の高いものがですね出回ることがないとは言えないわけです。日本人なら日本でできたものを食べたい、当たり前ですよね。日本のお魚が食べたい。ところが福島の放射能漏洩は5年間続いてしまっていますので、海山川
これはコンクリートの上をゴシゴシ擦るような除染というわけには参りませんですよね。これは本当にトリチウムっていう事態が水に混じったらもうおしまいという恐ろしいもののようですので、ただそういう危機の情報をですね、嬉しがって流すっていう趣味は僕にはありませんけれども、ただそういう多田先生がですね、だからゆえにくだらない病気でもならないように気をつけようと、要するに前提がですね、まあ、ひどい場合には免疫不全というところまで行くわけですよね。一時エイズというのが大問題になりましたけども、このエイズの一つの原因というのは、自分に敵対してくる病原菌を壊す機能を壊すと、免疫を保つ機能を壊すものが入ってくるということなんですね。ですからこういう機能のところに、中性子が届いてしまえば、人間はちょっとしたパスカルという偉い哲学者がいましたけどね、フランスにね、水の一つしずくで倒れるのが人間なのだと、これは本当にもうパスカルの時代だと思いますね。理由がよくわからない、ね、これは安全食品ですと言って調べて調べて一生懸命売りたくて、仕事を稼がなきゃみんな死んでしまいますから一生懸命作って、ただ間違って一つ放射能が熱いものが入ってきた、それを食べて内部被曝した、この方は多分原因不明ですね。昨日の新聞では日本人の死因の3分の1はがんだという、じゃあがんを発生させる原因は何なんでしょうかという ところでですね、2011年3月11日以降、福島の放射能事故を放射能が何らかの形で体内に入ってしまったのじゃないかという疑いは十分にあります。要するに5年間ですね、出しっぱなしですから、これに、水空気がですね汚染されていれば水空気なしに植物などはできるわけはありません。というわけでどんなに料理に工夫をしようとどうしようと、原料が原材料の中に入ってしまえば我々はもうどうしようもありません。ということで、僕は断定するのはあれなんですけども、我々は感電前に来てですね、これ以上放射能を漏洩するようなお仕事はやめていただきたい。これは毎週金曜日に来てそれぞれの言い方でですね、皆さんここで、モニターを通じてですね、まあ、手続きしなくても、まあ、ある程度モニターで我々の発言はご覧になっているでしょうから、見たり聞いたりしているでしょうから、直接聞いて重役室にこの声が届くとは思っておりませんが、まあ、モニターを通じてですね届くであろう、まあ、それから関係の方々がですね伝えるであろう、なぜ我々はここに来てこうした運動を毎週しているのか、単純にこれ以上放射能漏洩をする仕事をやめていただきたい。事故が起きて5年間も収集できないようなものを使わないでいただきたいというお願いをしているわけです。正式に社長に届くような手続きをする方もいるでしょう、大阪市に大阪府に、訴えている方もいるでしょう、それから遠く東京では、規制省の前で、きちんと規制省の人を呼んで、抗議、要請文を渡している人もいるでしょう、それから関電の東京支社、東電の東京本社、そういうところで抗議行動をしている人もいるでしょう。それはみんな同じ気持ちです。そしてこの放射能漏洩という問題が、一つの町を越えて日本国全体、そしてアジア全体、そして世界全体へと伝わっているのは、これは現代の科学で、ガイアという、地球というのは一つの生命体に過ぎないね、こういう科学が、まあ
成層圏の外から地球を見ることができる時代ですから、いわば外からですね地球を見たら、まあ島倉千代子さんじゃないけど ちっぽけな星に過ぎない。そのちっぽけな星というものがですね一つの生命体として、生きていると。でこれは太陽が壊れるまで、太陽がなくなるまでこの星は生きるであろうという、そういう射程で考えていたのですが、この大オキシンとそれから放射能、これだけはどうしても還元できないと、まあ、それはきれいにできない、浄化できないと、このことが今のところ証明されていると。まあがんが治らないのと同じですよね。でそのがんを促進させるのが放射能漏洩であれば、そうした危険な仕事をなぜ公共事業に近いような大企業がするのか、電力ではなくて病気を増やす仕事をしているのではないですかと、こういう問いかけをですねいつまでもいつまでもきちんと対応してくれない、じゃあ仕方がない、法律に訴えてみましょうということで、今多くの裁判所で、それぞれの原発の差し止め請求訴訟というのが行われています。で見事にですね関連高浜原発、大津地裁は今回、差し止め、するべきであるという判決を下して、大津というのは70キロ圏にあたるそうです。まあ近隣の高浜町とかですね大井町とか、まあその京都にも入っていますよね、有名なあの自衛隊の海軍ですか、がある舞鶴、あの辺りも優に即被爆する地帯なんですけど、そこで訴えは起こらない。まあ関連がお金で抑えているんでしょうかね、村八分にならないようにみんな怖くて言えないそうです。我々時々、新しい形の日常的な、不届けデモをしておりますけれども、このデモで触れ合う方々は最近僕らの言っていることがそれほど過激でも何でもないんだということが分かっていただいて、お話を聞いてもらえるようになったし、話を聞いてくださいという方もいますが、必ず家の片隅目立たないところに私などを誘ってお話ししてください。もし自分がこの関連の原発が危険だと、だから本当はやめてほしいんだというようなことを言ったら村八分になるそうです。これ原子力村っていう村なんですね、やっぱね。この原子力村から弾かれる。じゃあそういうそこまでいわば原子力業界と一体化してしまっている地域ではない大津という滋賀県、70キロ圏ですが滋賀県で、今回今カリフォルニアのことを言いましたが、通常福島原発事故が起きた時米軍が逃げなさいと、アメリカ関係者はすぐ逃げてくださいという時の単位が80キロメートルでしたね。で、福島周辺にいた80キロ圏内の人々、それから東京にいたアメリカの、VIP の人々は大阪へ入ってきたはずです。その時の単位が80キロでしたが、東京はもっと離れてますよね。で、まあ、大阪の場合もだいたいそんな感じで高浜から100キロぐらいです。70キロと100キロですが、風に乗ればそういうものは軽く、来ちゃいますね。そういう日本というのはカリフォルニア州と同じ、スペースにですね、カリフォルニア州の人々は最初から原発が嫌で大運動を起こして反原発運動の歴史的な場所になっています。これが今ある南側のガス会社が作っている原発で、最後にカリフォルニア州には2基しかもう原発はありません。ところが廃炉という事業も含めて、この一つの県のそれも南半分に15基もあります。あ、どうもこんにちは。どうも。お互いにびっくりですね。
今カリフォルニアの方々とこれからあのコミュニケーションを始めたいと思っておりますけれども、お互いにびっくりです。同じスペースに生きていながら、あと2期をやめさせようと思って頑張っている人々と、あと十何期やめさせようと思っているんですが、その十何期があるところがなんとカリフォルニアの小さな町みたいなところに十何期ある。この差を日本のマスコミというものは報道できないね。本当に原子物理学が相対性原理と特殊相対原理、一般相対性原理とあって、それを数式で説明できる人はここにはまあ稀でしょう。この一般と相対の違いっていうのは何なんでしょうかという問題なんですけども、まあ今回なんとこのアインシュタインに匹敵するですね、きちんとした理性ある判断をしてくださったのが、まずは、大井の地裁でしたっけ、福井地裁、樋口さん、それから今度の大津地裁、山本さんですね、吉彦さん、この裁判長です。この特殊一般で言えば、アインシュタインの理論とか原子物理学のテクノロジーなんか知らなくても、社会一般のものの考え方でこれを受け入れるか入れないかはできるでしょう。福島という社会が、ここからは僕ですよ、福島の社会は今どうなっているんですか。家族ちりぢりバラバラにまで壊されています。まあ、社会というニュアンスはいろいろあるんですけど、まあ、今の若いたちがテレビを見ながら、はい、そうとか言ってますね。ああ、そうですか、何ですかって言ったら、ハイソサエティのことですね。ハイソサエティといえば、これはなんで貴族社会のことですね。で、貴族社会というのは一定の、いわばそういう、付き合い方の、マナーをですね、子供の頃からが教えると。これがダンスパーティーですね。で、子供たちは小さい時から踊りを覚えて、成人に達する前にそのいろいろなカップルで踊ってみると、で、あの子が欲しい、この子が欲しいってことになると、その家庭同士でお見合いをするような形でが、あの貴族たち のダンスパーティーですね。日本では盆踊り大会でしたね。その何て言いましたっけね、そういう通り合わせ通らんで、あの子が欲しい、この子が欲しいっていうやつですね。これは盆踊り大会で、村の、まあ、自分の家以外の、異性人と知り合う機会ができたんですけども、こういういわば社会ですね、こういう社会には一つのそういう、なんていうのかな、文化というものがですね、固有の文化というものがそこにあるんだろうと思いますが、この一般とか特殊とかって言われている原発の世界では、こういう固有の文化を全てぶっ壊すと、爆発させると、壊してしまうと、こういう原理をもとにですね、作られているものですね。で、これはですから、エネルギーを生む特殊だか一般だか知りませんが、そういう特殊な量子力学×資本という一般的な力でですね、いわば固有の文化を壊しているんだと。で、失敗した場合に放射能が漏れても漏れたと言うなと、こういう観光令が敷かれるということですから、今、我々が、福島と言った場合には、これは東京は日本という国の福島ではもはやありません。世界の先進国における核燃料による原発工場のある町、すべてが福
福島の可能性というものを今、考え感じている。ですからもはや昔の広島長崎と同じです。ですからこの福島というのは何ら5年前の事件でも何でもなくて、今現在世界中で考えられている ING の現在進行形 の、 あの問題なんですね。ですからたとえ、関連がですね分社化して、この私たちの目の前にある、関西本店がですね、もうやってませんよと、原子力の仕事は東京の方でやってますよと、関電、原子力事業は東京でやってますから、ここでもう騒がないでいただけないでしょうかという話が来るか来ないか分かりませんが、そういう問題ではもはやない。今を生きている全ての人の問題です。福島のこと、それから原発、それは今を生きている全ての人の問題です。で先日今日あのチラシに書かせてもらいましたが、ロシア、ソビエト出身のジャーナリスト、現在スイスに住んでいらっしゃいますが、この方がどうしてもその、チェルノブイリという時のですね、事件の中には多くの謎がある、秘密があるということで、執拗にですねあらゆるチェルノブイリ関連の歴史、現実、そういう問題を追求していらっしゃる方が日本にいらっしゃいまして、チェルノブイリの犯罪という本と、それから、今 YouTube で見れるのが真実はいつこにという、これ YouTube で見れます。でこれはチェルノブイリ事故の真実というものを探求したビデオで、ただで YouTube で見れます。でもう一つはサクリファイスという、このサクリファイスは犠牲という意味ですが、チェルノブイリ事故が起きた時にですね、一番いち早くですねその工場の、修復修繕、事故放射能漏洩を食い止めるために、動員された人々、まあ、ソビエトの軍人さんが中心ですけど、こういう人たちが当然バタバタと亡くなり、そして、結婚している場合にはお子様たちに異常が出てくると、そういう、それからまあ半死半生の姿になっていると、でこういうことをですね、追求していらっしゃって、書籍としてはチェルノブイリの犯罪という本をお書きになって、我々のところへ届けてくださいました。でこの方はスイス系のところにいらっしゃいますので、フランス語なので、フランス語でお話しするのを日本語に訳してくださった方が、1970年にフランスに渡った方で、この方は、国際的なそういう、IAEA とかですね国連にありながらですね、核開発を推進する側に回っている国際組織の犯罪性というものを暴露する本をお書きになって置いていらっしゃいました。でそのようにですね、今福島で行われていることをいかにその蓋をしようとですね、いわばそのあらゆる人々がですね出たり入ったりしながら、今の福島の現実というものは世界の人たちはうのめ高のめで見ています。それから IAEA は反対の立場で、調べているでしょう。ですからこの関連の高浜原発をはじめ、美浜、それから、大井、この多くの原発がですね、なんだ無関心でいる方がかえって、いわば、時代遅れるというか、自分の身に、放射能が入ってくる、そういう危険に対して無防備になってしまうということです。ですからできる限りですね、
ご自分で、放射能とは何かとか原発とはどうなのかと、原爆とは何だったのかということはご自分でご自分なりに調べていかないと文科省はいいものだいいものだという宣伝しかしておりませんので、自分の中にいいものとしての放射能が入った場合にはこれは内部被曝と申しまして本当に国際的には推進派は内部被曝に対してはタブーこれをやることはタブーとして抑え切っておりますが良心的な科学者医者そして民衆の皆さんがですね内部被曝の問題をそれぞれで伝え合っております。この内部に放射能が入った場合どういうことになるかということを知らずに今の日本で生きているということは本当に危険なことです。まあ、ここに通って金曜ごとに来てくださる方は当然ご存知でしょうけれどもたまたまそういう暇がないと、まあ、それからそういうことを言うないと俺は三菱の関連での仕事をしている人間だよと反原発なんて言ったらクビになるよとそういう方はクビになっても命を守った方がいいのではないかと思いますけども、まあ、そこからはそれぞれの思想心情の自由で主体的に判断していただきたいと思いますけれども、まあ、体内被爆してからお医者さんに行ってももう間に合わないそうです。最も 原爆病を知っているお医者さんはそうおっしゃっていました。内部被爆がしてしまってからどのお医者さんに訪ねて行ってもまずは治すことは不可能だと言っております。でそういう深刻な事態ですからこれはそういうことの可能性のある事故の可能性のあるそして木原先生の方専門家がですねこれは収拾つかないんだよと制御のできるシステムではないんだよとおっしゃってでこういうものをですね、国策としてですね、いわばやらざるを得ないそして放射能漏洩をして、いわば、自分の労働者自分の会社のために働く労働者を被爆させその工場立地一帯を被爆させ事故が起きればさらに広い地帯を被爆させその被爆した放射能はアジア世界に流れてこれは処理することができない、何十世代とこれを、たたるとこれは本当に、英語にたたるというぐらいなもんでしょうね。自分のいわば文化の範囲でですね、伝わっていく良いものとして文科省は教育しようとしていますが実はそれはとんでもない、毒なんだと。でこのことを知らない限り自分がの命があれっていう時になんで私は死ななきゃいけないんだという理由がわからないですね。はい、まあ理由がわからなくたって何でもいいから生きていたいし生きていたかったらなるべく死の原因になるようなものを排除しなければ生きられません。放射能を内部に取り込まないそうしない限り人は生きられません。そういうものを外に出してしまうそういう工場はぜひ閉鎖してくださいということはまだまだ言わなきゃいけない。これを言わない限り日本はそういう憲法9条とかありながらですね、危険なものを世界に垂れ流して平気なおかしな国ということが言われ始めております。まあ、世界の半分以上の人たちが原発問題というものに関心を持った場合ですね、その半分の人たちは日本っておかしな国ねという日本人はおかしなことをしているねということになると思います。でそれをやっぱり 20世紀のですねヒトラーナチスの体制というものを自分から粛清してヨーロッパ社会
ヨーロッパ社会で生き直した新しいドイツという生き方がモデルになると思います。日本は自分のしてきたことのまずい問題をすべて自ら粛清して除染して、そしてアジアの社会で生き直さない限り、やっぱり永遠に日本という国は認められないでしょう。この永遠にという時に何が永遠よというかもしれませんが、ほとんどこの放射能が持ってる半減期問題というのが普通の人間の永遠に当たるぐらいの規模ですね。2万4000年だのなんだのっていう、そういう単位です。プルトニウムの半減期は2万4000年です。半減期ですから、次にまた2万4000年経って半減期するんでしょうか。4万8000年ですね、4分の1になるのは。まあその辺の数字、数学のあのあれはよくわかりませんけども、まあそういうわけで2万4000年が半減期なんですよ、プルトニウムの場合。ですからこれを外側に出してしまったら2万4000年経たれるわけですから、まあ通常永遠に近いと思います。そういう問題を起こす可能性を極力排除していくのが新しい日本人の、世界に向かう姿勢でなければならないと思いますが、いかがでしょうか。残念なことに今日のマスコミでは広島長崎での、原爆使用の人道的な問題は英米仏、これが人道という言葉を使うなと猛烈なチェックが入ったそうです。モラルのない社会っていうのはないです。道徳のない社会ってのは普通ないです。何をしてもいい共同体っていうのは普通ないです。なぜでしょうか。共同体が生きなきゃいけないからです。ただ戦争だけが最後の最後、自分たちの共存を防衛するために立ち上がるわけなんですけども、この時にはまあ自国の防衛のために何をしてもいいというようなことになってしまいます。まあ私もちょっと書かせてもらいましたけど、敵を滅ぼさない限り味方にサボっていると言われて処刑されます。これが戦争ですね。でこれと同じことを戦争でもないのになぜやるんでしょうかというのが僕は原発だと思っています。工場労働者の人生というものをおかしくして半殺しにしながら自分たちは、ぬくぬくとですね生きていると、ね、こういうことが今現実に起こって、アメリカでは戦争はロボットにさせようじゃないかと、ね、これ以上アメリカ兵を殺すわけにはいかんと、戦争はやらざるを得ないからロボットにやらそうと。そうするとネクタイを締めて清潔なワイシャツを着て奥さんにキスをして子供を抱いて行ってくるよと言って、そしてオフィスに入って冷暖房の効いたオフィスでコーヒーを飲みながら、紅茶を飲みながら、コンピューターを前に統計何度、整形何度、北緯何度と このポインターでですね、ターゲットを定めて、はいこれでいきますがよろしゅうございますかということで、よしっていうことになると、ただそういう快適な人を殺していることもわからない、ただゲームのような感覚でスイッチを押して仕事は終わりましたと言って家に帰ってお風呂に入ってお酒を飲んで妻子と楽しむと、これが現代のエリートの兵隊だそうです。これはやっぱりやられる側の身になってみればどうしようもないですね。マッハで飛んでくるんですよ、マッハで。音がした時には爆弾は破裂してるんですね。
音は後から来るんですね。このぐらいのマッハの世界で来る攻撃というものは我々庶民には避けようがありませんが、そんなことを許していたらどうなるんですか。ですから反戦、戦争はやめてくれと、そういう非人道的な兵器は使わないでくれというのは当たり前のことですが、それも今のなんと安全、国連の安全保障国が人道という言葉は使わないでくれと言い出しております。なぜでしょうか。今フランスもベルギーもアメリカもテロの対象国家になっているからですよね。なんでテロの対象国家になったかといえば自分がテロしたからですね。順番としてはアメリカ先進国の方が先です。これは植民地政策というものですね。これに対して立ち上がっているだけですよ。アメリカはイギリスに対して戦争しましたよね。独立戦争です。戦争するなというんでしょうか。独立戦争は人道的でないというんでしょうか。こういう当たり前の話ができなくなってきてしまったというのがこれからの、日本になりそうだということで、この話はどこまで届いているのかわからないし、ここに集まっている方はもう見たこの当たり前の話すんなよみたいなもんでしょうけども、今度の7月決戦ですね、参議院だか衆議院だかの総決戦でいわば自民党が勝利した暁には軍事ファシズムの国家というものはできてくるだろうと、ね、そしてあの貧しい青年たちをいっぱい作って大学に行ったら教育資金で首が回らなくして、そして行くところがないから自衛隊においでと、はい、何ら徴兵制などを敷く必要はない、青年に金を与えなきゃいいんだ、青年に金を与えなきゃ彼らは行くところがないから、女性は風俗へ、男性は自衛隊へと、これは昔ながら の貧窮化政策です。ヤクザさんは麻薬でやります。麻薬を打って麻薬にが切れた時にお金がないからどうしようとして相談しに来た時にはこういう仕事をすればお金が入るんだ、これがヤクザさんたちがやっている風俗業に女性を落とす時のテクニックです。これが麻薬です。これと同じことがある先生おっしゃってますけど、プルトニウムというのが麻薬になっているよと、どうしてもやめられないんですね。こういう悪いことをね、非人道的な仕事はやめられないんです、ね、困ったもんです。非人道的な相手には非人道的にやるしかないということになれば、女性や子どもたちはこれからどうなるんでしょうかね。まあ男性も同じです。お金がない人間はどうなるんでしょうか。何のために生まれてくるんでしょうか。簡単に殺されてしまいますね。そんなことはないように頑張りましょう。関西電力本店前ですね。大阪中之島にあるんです。あ、ジュース飲みますけど、なんかわけわからん成分がいっぱい入ってるんですね。グルタミン酸ナトリウム、グリシン、アスパラギン酸ナトリウム、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、スレオニン、ロイヤルゼリー、なんかいろんなも入ってますね。なんか何やろこれ。チェリオ、これ。これ飲んでます。見えます？ 100 円ちなみに。ちょっと
風は寒い、今日は寒いですね。結構昼間暑く、暖かかったんですけどね。暖かかったんですけど、ちょっとまた風が出てきたらなんか急に寒くなってきた。なんかあんまり体に良さげじゃなさそうげな、なんかジュースでしたね。なんかこれしかなかったんで、これしか売ってなかったというか、なんかすごい甘いっていうか、カロリーがこういい感じに入ってるんじゃないかなという、甘っこい感じのジュースでした。オロナミン C っぽい味がした。オロナミン C もあんまり飲めないですよ。最近ってあんまりオロナミン C で最近飲まないですよね。オロナミン C にはこれは売るわけがないです。あの血管の中に何か入って体中に何か回ってるのと同じように、地球の中で、いろいろ放射能がへめぐってしまうということで、今のここから、原子力発電問題とですね、海洋汚染ということで、今辺野古のゲート前で三浦さんなど頑張ってらっしゃいますので、ちょっと遠い、連帯の歌を連帯といえば我さ委員長、小倉は水清く隠み渡り、そうね、地獄が揺たり、のんびり泳いでる誰がこの海を汚そうとしているの。今の大切な自然を壊さないで。この海に差す明るい太陽は海底に暮らすサンゴも守ってる。なんでこの海を奪おうとしているの。今の大切な海を奪わないで。この大切な世界は絶対に奪わせない。というわけで関電の原子力事業の皆様、どうぞ一日も早く放射能漏洩はやめてください。奈良浜原発4号機は裁判所を止める前に放射能漏洩事故で止まっていました。
そういう無責任なことをいつまでも続けないでくださいね。フェニルアラミン。ただ空があるだけ、国境もない、ただ地球があるだけ、みんなが思えば簡単なことさ。オーシャンのワイナマエ、もう被爆もごめんだ、偉い人も貧しい人も、みんなが同じならば簡単なことさ。夢かもしれない、でもその夢を見てば一人だけじゃない、世界中にいるのさ。放射のいらない、もう被爆もごめんだ、偉い人も貧しい人も、みんなが同じならば簡単なことさ。夢かもしれない、でもその夢を見てるわ一人だけじゃない、世界中にいるのさ。関連の皆様、一日も早く、一瞬もでも早く、放射能漏洩はやめてください。あ、どうも、フェニルアラミンは悪くない、なんか何の薬か分かんないけど、まあいいんじゃないかな、何がいいのか分かんない。フェニルアラミンっていうですね。フェニルアラミン。フェニルアラミン。フェニルアラミンっていうのは。え、あ、そうなんですか。なんかえらいお騒ぎになってるらしいじゃないですか。例のあの人ですね。中原涼子。あ、出ますね、なんか。ん？
かなり乗ってる。あの駅前、野崎とかの駅前なんか変な感じらしいですけど、どうもお目苦しいものがいまして、どうもすみませんっていう。さっき中谷亮さんの様子を映した YouTube 動画、戸田久義さんが映した動画 をちょっとTwitter で、見て、ツイッターで添付したんですけどね、なんか相変わらずひどい感じのようで、本当でもどこであれなんですかね、供託金っていうのかな、何ですか、選挙するお金とかどこでもらったのかなっていうのが気になってしょうがないです。ちなみに得票数が一定数以下しか、土塀に近かったら供託金募集の決めは見るんですかね。市会議員ではなかなか供託金募集まで の超全然票入らなかったっていう事態っていうのはあんまりないみたいなんですけど、ここはぜひとも供託金募集の決めを目指して頑張ってもらい、頑張って落選してもらいたいなっていう今日この頃です。はい。なんか動画はちらっと見たけど、なんかすごいイメチェンしてはったんですね。なんで大統領なのかなっていうのが好きになってしょうがないんですけど。今こちら関西電力本店前では、ウイさんがこうやってサイレントで、サイレントスタンディングオーバーっていうかなんていうかな、こうやってアピールしてるだけですよ。でそこを関電 の役員とかが黒い高級車で帰っていく今日このような感じで、どうも、あとどうも、あ、こんにちは、どうも、戸田久弥さんの中谷良子動画が先ほど、アップされたようです。なかなか大爆笑を禁じれない、仕上がりになっているようでして、皆さんもまたご覧になってみてください。風間市 の司会議員の人で、関西電力本店前で、やってますよ。特電中関電法人です。
となんか画面が傾斜してます。結構地面で傾斜してるんですかね。いや、同じ場所ですよ。あの今こちらの関西電力の本店前の玄関のところです。本店前玄関、その正面玄関ですね。
ってる電気使用感っていうふうなことになってます。だけど消費税っていうのはね、低所得者にばっかり損がいく税金ですよね。累進課税の方が本当に民主的な、金持ちはたくさん払い、貧乏人はちょっとしか払わない、あるいは0円っていうふうな形であるとこから取るっていうのはすごく民主的じゃないですか。ところがこれをいつの間にかなくしてしまって、金持ちはどんどん減税して貧乏人から有無を言わせず取る、それが消費税ですよね。で、消費税に匹敵するのが法人税の減税です。ほぼ同額です。今日本の社会はこういう不公平なことがまかり通ってます。そして輸出企業の大企業についてはこの消費税から還付金まであるわけですよ。このやり方ってすごく卑怯だと思うんですよ。で、みんな知らないから消費税払ってますけど、本当は私たちが大企業の減税を支えているって言っても間違いではないです。ほぼ同額です。で、そらさらになんで輸出企業に対して消費税還元しないといけないんでしょうか。こういうおかしなことがまかり通ってます。そして働く人間については、働いても食べられないという状況を押し付けてます。うちの息子なんかもこれに当たってるわけなんですけれども、仕事を探してもいい仕事がない、日々雇用とかそういう非正規職に就かなければしょうがないっていうふうな社会になってます。もともと経団連っていう経済界の団体が95年の経営戦略っていうものを出して、そこで1割の人間だけ正社員で雇うと、あとはフローって言って流動的に雇うと、要するに使い捨てですよ。こういうことをやってきた。で、その延長がずっとここにあって、しかも非正規職の法律を変えようとしてます。もっともっと悪く変えようとしてます。一生派遣っていう形で人を使おうとしてます。しかし私たちは生きてるので、こんなことをされてはたまったもんじゃないですよね。皆さんそれは働いてらして感じてると思います。 今ほど大企業の横暴が通ってる時代はないと思います。そして原発もそうですよね。あれだけの大事故を起こしながら東京電力は黒字です。こんな変なことはないでしょう。私たちの税金から保証金を払ってるわけですよ。しかもごく少額です。とても保証になんかならない額で切り捨てようとしてます。仮設住宅も出ていけというふうに言っています。こんな変なことはありません。私たちが黙っている限りこの状態っていうのは続くし、もっとひどくなっていくというふうに思います。皆さん、この原発もそうですけれども、自分が変だと思ったら声を上げていきましょう。自分たちは生きる権利があるんだ、働いたら生活できるだけの給料をよこせっていう権利があるんだっていうことを企業に突きつけていきましょう。そのためには労働組合に入って戦うっていうのも一つの方法です。組合が敵視されて久しいんですけれども、そんな組合ばっかりではありません。ですので一人でも入れる労働組合ですとか、そういうところ相談に行ってぜひ力をつけてください。一人で対抗しても大企業には勝てないので、ぜひともそういうことを考えてみてください。そして、原発の反対運動もそうです。一人ではとても対抗できません。私たちここで、ごく少数ながら集まってますけれども、そういうことをつなげていって大きな運動にやっていきたいっていうふうに思います。それでは、原発止めようっていうのを We shall overcome の替え歌でいきます。原発止めよう、原発止めよ、子どもたちの未来
め原発止める、その日まで諦めないぞ。戦争止めよ、戦争止めよ、子供たちの未来のため、戦争止める、その日まで戦い続けよう。我らは勝つぞ、我らは勝つぞ、戦いをやめないぞ、勝利の日まで諦めず戦い続けるぞ。ありがとうございました。アンコール同じの？ありがとうございました。はい。はい、あ、それでは、伴奏付きでもう一回。原発止めよ、原発止めよ、子供たちの未来のため、原発止める、その日まで諦めないぞ。戦争止めよ、戦争止めよ、子供たちの未来のため、戦争止める、その日まで戦い続けよう。我らは勝つぞ、我らは勝つぞ、戦いをやめないぞ、勝利の日まで諦めず戦い続けるぞ。コツはですね、あの沖縄の伊庭さんも言っておられましたが、勝つまで諦めないということだそうです。確かに言えてます。で、あの安倍はなんか盤石のように見えますけど、結構世論気にしてますよね。あの保育所で炎上した、あの揉めたじゃないわ、保育所問題で、あの安倍があの匿名でしょそれはとか言ったことで怒りに火がついて、国会前が人で埋まりましたよね。でそういうのやっぱり気にしてますね。だけどその取る政策そのものはあのその場しのぎ、ただ基準を弱めて収容じゃないわ、あの保育の人数を多くしただけです。保育するあの労働者は増やさずに、あの人数を増やしただけ、あ子どもたちの人数を増やしただけで、中身が悪くなることはもう目に見えてます。そういうその場しのぎの
それから消費税上げるときも老人に3万円配るとか、そういうばらまき政策で根本的なものは何もやってないです。こういうところ私たちしっかり見て自民党の政策を批判していきましょう。そして選挙で自民党を落としましょう。では次、幸せなら手を叩こうの替え歌で原発はいりませんです。皆さん手拍子足拍子お願いします。あれ皆さん幸せなら手が行きます。原発はいりません、原発はいりません、いらないなら態度で死なそうよ、ほらみんなでデモしよう。高浜原発は MOX 燃料使う、とっても危険な原発よ、ほらみんなで止めましょう。原発はいりません、原発はいりません、福井地裁の決定は命より金儲け、林淳裁判長大津の決定読んで反省して原発止めなさい、命が一番大事。原発はいりません、原発はいりません、いらないなら態度で示そうよ、ほらみんなでデモしよう、ほらみんなでデモしよう、ほらみんなでデモしよう。関西電力は異議審取り下げてください。勝ち目はありません。私はもう関西電力とはおさらばしました。他の電気を使うことにしました。そういう人が増えてくると思います。さようなら。
え、はあはあ、あ、あ、どうも、あ、そうです。チョコレートいただいて、チョコレートいただいて、今日はこれは、チョコレート味ですね。チョコレート味ですねっていうか、ザクロ味じゃないですか、ザクロ味ですね、今日は。いや、こんなもない。ザクロ味です。ザクロ味すごいですよ。中で旅行ってのあれやんな、なんで大投資なんかな。中曽地蔵があれですね、金質しか出るのは分かんないんですけどね、あいつ金質するんで、中屋の場合よう分からない、なんで大東市なのかな。中屋があの関連方面来た時はもうびっくりしましたね、なんでこいつだと思ったんですけど、僕の祖父が映画館で映画見ながらピーナッツ食べてたら鼻血出たんですよ。だからあんまりピーナッツとかチョコレートとか食べたら鼻血出るねって言われる。じゃん、これいいもんでかろ、見えたよ。ああ家で持って帰ったね。NHK が大東市民を守る会とかいう、 NHK が国民を守る会ってまた別組織らしいんで、ちなみにですね、なんか紛らわしい名前ので、NHK が国民を守る会っての会とはまた別の会らしいです。らしいんですね。奈良大和宝から来ました森本です。平和の俳句1個あります。三線の響きにこもる平和かな、三線の響きにこもる平和かな。
関心の音を聞くとですね、もうその悲劇そのものに沖縄の人たち弱いの願いが込められている。そんなこと、そんな響きが聞こえてくる気がします。沖縄の代表的な民謡、アソテウンタを聴いていただきたいと思います。やささ、ほいや。Yeah.
さんみたいになんかね、原発をいらんよう歌はないのかって言うことで、最近から出てたんですよ。朝鮮韓国の人はみんな、あの、大勢の人が歌う歌で、我らの願いというのがあるんですよ。それは、あの、戦前は我らの願いは何だったかというと、大日本帝国は独立を願う、独立が願いですね。戦後になると統一、統一が我らの願いという歌詞がそこで変わって歌い継がれています。僕はその歌を書いてですね、我らの願いは配慮、原発配慮という替え歌を作りましたので、これまでに、2回歌って今日が3回目なんですが、またあの敵立つのほやほやの3度目の正直で、ではやらせていただきます。最初はあの我らの願い原曲を聴いていただいて、その替え歌は続いて2番でやらせていただきます。Thank you.
私を返せ、私につながる。Long time past,
It's still polluted and dangerous.
They also say that you can overcome radiation. They've raised the limits of radiation. They're putting people's health, the children's health, in danger. You cannot overcome radiation. That's another thing these companies are saying. You cannot overcome radiation. Radiation is something that you cannot overcome, and it's contaminating the children, the families, the people of Fukushima, the people of Japan, and the people of the world. We need to build a worldwide movement to close down the nuclear plants. These companies need to be shut down, and the criminals who run this company and Red Tepco belong in prison. That's where they belong, because they know it's dangerous. In the United States, the utilities which run these power plants, they know that they're dangerous, but they lie to the people. They even lie to the government. They need to be prosecuted in jail. Because if you or I lied like they lied, we would be in jail. But they get away with it. It's unfair. But that's who runs our country in the United States, and that's who runs Japan. Now, the other thing about Prime Minister Abe, he says he's worried about Trump. He's worried about American nationalism. But what about Japanese nationalism, which he has encouraged, blaming the Koreans, blaming the Chinese? Nationalism is wrong, whether it's in Japan or the United States or any country. We need internationalism. We need to unite the people of the world against the monsters who control the world. These people are out of control. They're dangerous to the people of the world. So we need to unite the people. We need to shut down KEPCO. We need to shut down Fukushima and make sure that they do not open up any more nuclear plants. We need to save the people. We need to defend humanity for the future. Thank you very much. とにかく日本とアメリカのいわばその権力とキャピタルとしたね、資本がですね、世界を汚し壊し、自分たちの家族子どもたちをいわば辛い目に遭わせようとしていると。で、まあ、日本と我々が刑務所に行くべきなのか、そうした日米の権力者が刑務所に行くべきなのか、当然日米の権力者が刑務所に行くべきで、我々は刑務所などへ行く必要はないというようなこともおっしゃってました。で、その、福島の問題はただ一人日本の問題ではなくて、その海洋汚染なり、自然破壊なりというものは世界の人に、影響を与えるし、それを安倍首相をアメリカ政府は応援している。で、安倍という人はやっぱりおかしい、アメリカ政府もおかしい。我々はインターナショナルな関係を持ってですね、そうした悪しき資本と権力と戦いましょうというようなことだったと思いますけど、違います？下地先生どうでしょうか？間違った圧力はしないでしょうか？No more way back.
というわけで、柳田国男という日本の民族学者は、人は死んだらどこへ行くのかというわけで、やっぱりこの、アメリカの兵隊さんもですね、これからあの山でぶつかってなんか亡くなって行きたくなかったのかもしれませんね。で外に行って死んだらその人たちの魂はどこに行くのか、外国に行って亡くなってしまった自衛隊の魂はどこに行くのか、そういうわけで多分行きたくなくて山にぶつかってるんじゃないですかっていう笑い事じゃないんですけども、大変悲惨な事件が相次いでおります。人の魂というのはどこへ行くのかというわけで、あのアメリカの兵隊さんはあの辺野古とかですね、頑張ってあのいろいろ間違ったこともしているようですけども、やっぱりそのあの沖縄語では魂がなくなるというのは何て言うの、うん、たまきる、ね、たまきる、魂が消えてしまう、うん、たまきるということですね。魂が消えたらどうするのということですが、このウンタマギルで、やっぱりアメリカの兵隊さんもひどい悪さをいろいろしていると、いさかいがなくなってしまうと、ね、ホテルに入って関係のない女性の部屋に押し入ろうとしてしまったとか、まだまだアメリカの兵隊さんも沖縄に行ってウンタマギルになってでも、やっぱりぜひ ご自分 の, あの お父様お母様とかですね、愛する妻とのに早く一日も早くね、会いにあのご自分の あのお家へ帰っていただいて、沖縄の人に、ね、ご自身のために解放していただきたいと思います。そういうつもりで歌いましたが、次の方どうぞ。あ、どうぞ。あ、なんかしますよ。こんばんは。だいぶ日が長くなって、この関連前の行動もやりやすくなってきました。去る4月3日に、京都で大地裁の運転差し止めの決定の報告審理が行われました。で、デフラン庁の井戸弁護士が3月9日に出された法律裁の決定の骨子を分かりやすく説明されました。で、そもそも3月9日法律裁が出した決定は稼働中の原発を止めるという、そういう意味では史上初めての決定です。で、この決定の同時の枠組みの核心は 3.11 福島を経験したその地位から判断すべきだというふうに明確に切ってるということです。そして関連がいたしても前回の審査は同意事実だけでなくて 3.11 を踏まえていかに、強化したのか、それを一生することを求めました。それに対して関連は何一つ答えられない。したがって、運転差し止め、そういう決定を大地裁は出したわけです。しかもその 3.11 原発の管理について原発が存在する、原発を動かすその管理について決めるのは専門家ではなくて社会だと
というふうに明確に言い切っているというふうに報告されました。本当に、そういう意味では的を射た論理だと思います。一部の専門家、しかも原子力側に汚染された専門家によって原発の安全だとかそういう論理がまかり通っています。しかしそれに対して社会が原発を動かすことを認めるかどうか、そういうことに確信があるというふうに大津会の決定は言っています。本当にそういう意味では素晴らしい決定です。それに対して関連は異議申し立てを行っています。同時にこの決定上の執行停止も合わせて申し立てています。本当に許し難いことです。さらにはこの4月6日福岡高裁宮崎市において仙台原発の稼働を運転差し止めを求めた住民の広告を棄却しました。全く真逆の決定が出されています。本当に、とんでもない事態が起こっています。しかしながらこの大地裁が提起した考え方ないしは福井地裁の井口裁判長が下した考え方、それにそういう考え方が今や司法の場において単に個人の意見じゃなくて人との流れとしてはっきり存在するということです。本当に原発が必要なのかどうか、原発を動かしていいのかどうか、それを判断するのは一部の専門家、しかも限られた部分の専門家が下すのではなくて社会一般の本当に合意があって初めてこの原発を動かすことができるんだ。その合意もないまま動かすことができない、そういうことを言い切ったこの大地裁の決定は微塵も少しも揺るぐことはありません。そういう意味ではこれからも各地で原発を認めないそういう裁判闘争が行われるでしょう。現地にこの4月に稼働しようとしている伊方原発についても広島の被爆者をはじめ愛媛県の人々が廃止処分を求めて戦っています。これは今後もどんどん広がっていくと思います。しかし問題は単に司法の場で決定をつくわけではありません。本当に社会一般が判断するという場合どういうことが求められるんでしょうか。それは私たち一人一人の本当に大きな原発反対、原発を廃炉に、そういう声を上げていくことがポイントだと思います。大地裁の決定も永遠たる高浜原発再稼働反対の戦い、そういう戦いの上で勝ち取られた判決です、決定です。そういうものとして私たちはこの関連に対しても繰り返し原発を廃炉にしろ、高浜原発を動かすな、大井原発を動かすな、美浜原発を動かすな、そういう声を大きく立て続けていく必要があります。
サロン原発関係会はこの1月2月の高浜再稼働に対してこの関連前で、そして現地高浜のゲート前で唯一戦ってきました。そして合わせて高浜町、大井町、前津、そういうところで路地を巡って原発再稼働反対を訴えてアメーバデモを展開してきました。それが一つの大きな流れになっています。現地は表立って原発反対、再稼働反対を言える雰囲気ではないです。小さな集落のしがらみの中でなかなか真っ正面から再稼働反対です、そういう声を上げられない雰囲気があります。しかしながらこの我々のアメーバデモという行動の中で多くの高浜の住民、前鶴、大井の住民が本当は再稼働に反対なんだとか原発に反対です、そういう声を上げ始めているのも事実です。本当に現地高浜若さをはじめとした全国の力で大きな運動も生まれていく必要があります。そういうことが原発をゼロにしていく唯一の道だと思います。それと結合して裁判闘争も一つの有効な武器です。これからも4月6日の福岡高裁宮崎支部の決定にも負けず引き続いて最後まで戦いを大きく盛り上げていく必要があります。で、日程等はまだ詳細は決まっていませんけれども、ついに美浜町で反原発集会を行う計画が今起こっています。美浜というのは過去を一貫して関西電力の支配にあった町です。若狭一般がそうである以上に美浜というのは隅から隅まで関西電力の支配が行き届いた町です。そして大井や高浜では建設過程あるいは動作過程で反対運動が大きく盛り上が存在しました。しかしながら美浜では過去一貫して反対の声は一部にありながら反対運動がなかったところです。その結果3号機の破断事故を起こした 3.11 の前の段階で日本でおける原発事故の象徴と言うべき破断事故を起こしたのも美浜です。その美浜でついに反対集会を行うという動きがあります。地元の住民の方が先頭になって呼びかけを行おうとしています。また日程が決まり次第、調整が決まり次第、ここでも案内したいと思います。ぜひ協力をお願いしたいと思います。私たちはこのように美浜についに住めることになりました。美浜は1、2号機がすでに廃炉を決定しています。そして3号機を再稼働しようとしているけれども、その設備投資が膨大になるということで3号機も
三件と不というふうに言われています。私たちはこの二山3号機を40年を超える二山3号機を動かすな、そうすれば二山は原発ゼロになります。二山から原発ゼロを実現していく、そういう大きな意味があります。ぜひ協力をよろしくお願いしたいと思います。そういう意味で私たちは若さと若さの人々を全体して共にこの関連前の機会を大きく大きく盛り上げていく必要があります。共に大きな戦いを実現するために共に戦っていきましょう。あと一つ告知があります。この4月23日に伊方原発の再稼働を再稼働反対の集会が松山で開かれます。車で行く予定をしています。ぜひ、23日土曜日ですね、4月23日土曜日一緒に行こうという方は私の方まで、連絡ください。まだ車に乗れる人数に余裕があります。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。どうも、先ほどはあ、そうそう、あ、そうどうも、え、なんすか、あの先ほどはカリフォルニアの日本大使館の前で、はい、領事館の前で、あ、そうなんですね。なんか11pm って言いまして、ドネツクの関係先ほどスピーチされておられましたけどですね、まあ、今新しいホットニュースです、はい、カリフォルニア2機って残されてるって言われていましたが、今聞いて1機になったそうです。あ、1個もうまだ消えた。あと日本と同じ国土というか面積のあるカリフォルニア州で、はい、今原発はたった1つになる。この原発を止めるためにその原発ができた時には2000人逮捕された。アメリカの人が2000人逮捕されて反対運動があってやり続けて、今現在ついにあと1機だけと、あと1個になったんですね、はい、で日本の人たちも一緒に頑張りましょうということでした。ありがとうございます。先ほどはもじもじ先生も、もじもじさんも来たお越しになった、はい、今お食事に、たこ焼きを食べるんですね。多分やっぱり。で今日はホテルでたこ焼きを食べる。大阪で。はい。いらっしゃる。あ、明石焼きかもしれない。今年になってまだ再発で、今度は抗がん剤治療を今やってるんですが、ずっと自宅療養で。毎日家におります。一週何日かに1回病院行ってるんですが、お好み焼きかもしれない。がんになってからそれまで、会社人間だったんですが、もともと優しい男なんですが、変わりましたですね。僕は毎週火曜日、大阪府庁前の火曜日行動で無償化実現の
全体講座をやってるんですが、そのフェイスブックに出ますので、それまで、まあ、そういういろんな、まあ、政治的な言葉に対する運動の中で全く反応は示せなかったんですが、抗がん剤治療をやりながら僕のフェイスブックは全部いつも見てくれてます。で最近ですね、応援、兄貴を応援してますというふうなことは言ってくれたんですね。がんを患うことによって、まあ、自分を深く見つめるというか変わってきたんじゃないかと思うんですが、その変わってくる方法はですね、社会に目を向けると。で、いろんなこの今の現状に対して抵抗の運動やってる、そういう運動に対して応援していく、そんな気持ちに今なってくれていることはとても嬉しく思っている。嬉しいこととして、まあ、彼のためにも、がんと戦っていく上で自分のがんとの戦いが社会で戦っている人との、つながり、結びつき、そういう風にこう今なってきているような気がして、とても嬉しく思っています。それで今日のこの場もですね、ちょっと誰かに写真を撮ってもらって送りたいと思うんですが、井上さん写真撮れますか？ちょっとお知らせなんですが、これは僕はこうやってやってるのは弟に対して励ましになると思うと僕も苦しいので、火曜日行動でいつも歌ってます。韓国朝鮮の歌で故郷の春というのがあるんですよ。それを韓国朝鮮語と日本語と両方でやっていただきたいと思います。ありがとうございます。もう一つ日本
ありがとうございました。これでゴールまで歌うことで弟を励ますことができて、がんの闘病してる弟を励ますことができて最高に嬉しく思います。もう一つ泣きなさい笑いなさい、皆さんよくご存知の歌がありますが、花がありますが、泣きなさい笑いなさい、これこの歌詞が一番の捉えどころだと思うんですね。東北大震災の後、宮城県に激励に行ってですね、この花を歌わせてもらったら、この泣きなさい笑いなさいのところでもうぐっと来たと言っておられましたね。やっぱり泣いたらあかんっていうふうにずっと思ってたんで、この泣きなさい笑いなさいという歌詞を聞いて初めてああ泣いていいんだというふうに気がついて、それでずっと楽になったというような感じで聞きましたですね。このやっぱり花が世界的に大ヒットしているのはこの泣きなさい笑いなさい、この部分だと思うんですが、これを韓国朝鮮語の言葉で言うとうろぼせよ嘘ぼせよなります。思い出すですね、泣きなさい笑いなさい、うろぼせよ嘘ぼせよなりますので、できたら一緒に歌っていただきたいと思います。
もう11回頑張ろうという気持ちで言われてました。で、私たちこっちにも来られませんかって言ったんですけどね、なかなかそうはできないということで、ね、まあ、それはまた来週からもね、その人が来ると思いますので非常に嬉しいと思ってます。まあ、それぞれして、先ほどいろいろ先週でしたがね、関連の方がね言ってきたのが、とにかく一番ね答えるのはね、ここでですね、歌を歌われてしまうことだと言ってたんですよね。それがね、我がそのエンターテインメントの一回で今日は増えましてですね、非常にね、そういう意味では効果があったと思うんですよね。だから、まあ、今後もね、こういうことが続きますように。あ、それは今日はね、合計ね、ここでバイクで通して歌った人が3人いるんですよ、3人。だから、本当にそれは非常に効果があったと思います。だから、みんなこの関連さんは悲鳴を上げてるんじゃないかなと思ってます。また来週もですね、3人体制で行っていただければ幸いなと思います。まあ、そういったことですね、一応、まあ、大学立ってますとね、やっぱり、そこです、ここは関連本社か。そうなの。頑張ったねーって人もいればね、あなた、ボランティアですかってね、そんなことしても、金にならんでしょうとか言う人も、伊藤さんの人もいましてね、まあ、いろいろ意見もあるんですけども、やっぱり、僕たちの、こういうことがね、ずっと継続していくっていうと、やっぱり、まあ、ありたいの言葉ですけどもね、継続は力ありというね、それがやっぱり生きていくと思うんですよね。だから、やはりもっと今後ね、頑張っていって、まあ、とにかく私たちの、もうその関連が原発をやめるっていうことをね、やめるまで頑張るってことにしてますんで、ぜひね、皆さん今後ともね、ご協力をね、したいと思います。まあ、ちょっと今日本当にね、天気が良くて、風もそんなになかった、よっと絶好の関係、金曜日日和だと思えるので、まあ、来週、まあ、天気どうやら変わりませんけどね、まあ、とにかく頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、こんな感じですね。ですね、皆さん、なんて言いますか、今日はだいぶ昼間ぬくかったんですけど、やっぱり夜になってきたらちょっと肌寒くなってきたんですね、さすがに。まあ厚手の何ですか、パーカーを着て、パーカーというかヤッケというか、
来てるんですけど、だいぶ今日はなかなかの、壮絶感じになってまいりました。まあ、でもやっぱり1月とか2月に比べたら全然ぬくいですからね。あ、すいません。というわけでして、今日は結構あの4時ぐらいから、配信しておりまして、だいぶ時間が今日は、今日は以降、今日はあの朝も朝というか昼もあの何ですか、堺市震災復興予算、返還訴訟の、記者会見も配信したりとかしたんですけど、もうこれ今1個使い切ってバッテリー使い切って今2本目入ってます、あ、なんか分かるだけちょうど言われたよね。今日はなんか、4時、何時ぐらいかな、あれ3時過ぎぐらいになんかあの例の海坊主とかいうやつが来て、なんか雲の中でじっとしてるんです。なんかそんなこいつを思ってたんですけどね、よくわからん。あのいつもの軽自動車が来たんですね。あ、どうもこんばんは。どうも。はい。あ、はい。どうも。どうもお疲れ様です。どうも。どうもどうも。どうもどうもお疲れ様です。あ、まだ、あ、どうもどうも、お疲れ様です。あ、これあの15分以上経ってそのコメントを打つとあのプッシュ通知がされなされるということが仕様変更になってまして、なんかこの前から、おお、なんかスーパーカーが出ていった。あ、今ちょっと、あ、なんかお片付けタイム始まりましたね。今日もう7時8分、まあ、7時8分なんですけど、そろそろあの、関連包囲行動、四国原子力、あ、そうそう、明日は、はい、明日は、あ、思い出した、思い出した、そうや、思い出した、ちょっと待って、伝言があったりですね。大丈夫、覚えてた、今思い出したんですけど、大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます。そんな感じで、ストップ原子力関連保有の、例えばあのお片付けタイムが始まりましたね。というわけで本日の、関連保有、はい、もうあのなんかあれですね、このモニターで見るとなんかすごいいい色合いな、なんかランプの色合いがしていい。そうなんですよ、申し訳ないです。ちょっとあの通知がどんどこどんどこ来てはってですね、あんまりジャンジャカジャンジャカ食ったらあれかななんて思ってですね、思うんですけど、15分以内やったら、来ないんですけど、いや本当申し訳ないです。こんな感じでして、
本日の、ストップ原子力関連法案、以上で、多分というか約あこんばんは、あどうもお茶どうもありがとうございます。皆さんお茶どうもありがとうございます。お茶とか、あ金のフラグマイナス5あどうもマイナス5点どうも先ほどとはどうもどうも、ですね、これマイナス5点っていうことはマイナス5点っていうことなのかな。つまりやっぱりつまりポイントがマイナス、そのなんていうんですか、なんか今度ハンカチが当たるとかなんとか言ってたんですけど、ポークランチョンミートでもいいですよ、ランチョンミートとかいいですね、ポークと卵とかですね、ポーク卵おにぎりとかいいです、ポークをもっと関西に普及させたいなっていう思うって、ポークランチョンミート美味しいからみんな食べてくださいみたいな。ハンカチは、いや、でも大丈夫なんです、あれはいい感じなんで。どうも、明日は施設ライトに行くと、はい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 、はい、というわけで本日の、ストップ原子力関連法要号というわけで以上で、配信の方は以上で終了します。どうも皆様、なんかもうお片付けが終わって、あら、くんどけ終わりましたね、終わって入ります。というわけで本日の、終わります。皆様どうも、ご視聴どうも ありがとうございました。どうもというわけで、どうも、配信終わります、今日は2分割になっちゃったですね。なんか久しぶりですね、分割になったのは。まあ、人生いろいろ、電波もいろいろということで、あ、ご本人ありがとうございます。これからは夏になったら、今日はあれですよ、お昼の大阪地裁の記者クラブでの会見の中継の時は、この端末が45度ぐらいになってたんですね。やっぱりホットな話題には、ホットな携帯もホットになるっていう。で、この携帯電話アイスランド太陽携帯だと言われてるんですけど、暑くなるんですぐに。だからやっぱりで、僕が言ってたらほらなったじゃないですか、ほらアイスランドの首相が、パナマン文書なるもののせいで、どうもどうもお疲れ様でした。どうも、それなんです。で、辞任になったじゃないですか。つまりそういうことなんです。何がそういうことなのかわからないですけど、そういうわけで、やっぱりあれですね、パナマってなんか読めないですよね。まあそういうわけで、どうも皆さんどうもありがとうございました。どうも、長時間の発信どうもありがとうございました。ご視聴どうもありがとうございました。どうも、じゃあどうも失礼します。どうもどうも、配信にはスマホが、そうなんです、ホットな感じに話題になるんですね。ではどうもどうもありがとうございました。どうも。